はいどうもバンクシーです。今回はですねこちらのタイトル Welcome to Paradise こちらのデモ版にですね挑戦していきたいと思います。こちらはですね2024年2月の29日発売予定のゾンビサバイバルなんだけど、ただのねゾンビサバイバルではなく、なんかゾンビをね仲間にしたり一緒に戦ったりできるらしいんだよね。さらにねなんか仕事を任せたりとね、なんかゾンビを仲間にしてコミュニティを作っていくのかな、ちょっとわかんないけども、すごいねストアページ見たら面白そうだったので、まだねデモ版ができる期間なのでちょっとねデモ版で遊んでいきたいと思います。じゃあね早速やっていこうか。今回はね Xbox のコントローラーでやっていきたいと思います。でまずねファイルを作成するのかな、作成、あーこんな感じで、あれか、人をまず選ぶ感じだ。あーなるほどね、12人一応プリセットがあるっぽいね。はい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 、女性でやってもいいような気もするけどな、今回女性でやっていこうか。このちょっとアナーキーな感じの女の子でやっていこうかな。よしこの子でいこう。じゃあこの子でいきます。ピンクの、ピンクというか赤の髪のちょっとパンキッシュな彼女でやっていきます。あ、始まったね。Of hiding? Of struggling in a world infested by zombies? Are you exhausted? Without resources? A home? Without anyone to rely on? Don't despair. Hang in there. You still have a chance. Join us. Join us.Paradise. Here in Paradise, everyone is safe and everything is secure thanks to our Zombie Guard technology. Zombie Guard 技術. It's a haven of peace where zombies are under our control. Here, zombies. なるほど、そういう技術を開発されたんだね。Yes, you heard that right. It's incredible. ゾンビが仲間になるというか、共存できるような技術が。Zombies have become genuine bodyguards that serve. 面白そう、すごい。Thousands of acres where the living are back in control and existing in harmony, far from the pandemic, thanks to this groundbreaking technology. Stores, security guards, hospitals, industry, movie theaters, a safe place for everyone, where men, women, and children have nothing more to fear from outside zombies. You don't need money.A title or diploma なんかゾンビがユニークだねこれね、見た目が可愛らしい感じになってるね。安全と普通の生活の保障に惹かれ、あなたは国を横断してパラダイスへと向かった。生ける屍との戦い、10年後もっと良い生活を。あーパラダイスに今向かっている最中、あ、着いたんだねパラダイス、ここが。へえ、さあ来ましたね、行こうか。全然やり方わかんないけどね。これスクロールできないのか、画面、画面の方向が、まあいっか、行っちゃおう。あー来た来た、パラダイスへようこそ。新しいロケーション、ガーディアンの避難所だって。へえ、ん、これ画面スクロールできないのかな、回れないのかね、画面を回したい。まあいいや、話してみますか。はあ、I could watch them all day. Don't even need to fetch wood. They feed the generator all by themselves.あー、ゾンビが全部やってくれるんだ。Maybe I could teach them to cultivate my veggie garden. Oh, sorry. Didn't see you there. Are you wanting to move in here? いや、引っ越したいね。Wait. Hold up. What am I supposed to do? No one ever wants to move in here. Yes, the bylaws. Yes, that's it.誰も来てないのかな。パラダイスバイローズ。To gain authorization to move in,
You must have a zombot. 仲間にゾンビを仲間にしないとダメなんだ。No one should move around in paradise without zombot protection. So before anything else, find a zombot. Go see Bob. He supplied mine. あ、ボブっていう人がくれそうだぞ。どう？今ガーディアンの避難所、ここがパラダイスだよね。で、そっから森の入り口、ここにボブがいるのかな。死ぬことなくボブを探す。行くか。あれ、これ行けないの？ん、何なんだろうね。これここがパラダイス？あんまりいい場所ではなさそうだけどね。森の入り口。こっから森に入るのかな？あー、これファスト、あ、なるほど。ファストトラベルする場所だ、ここは。だけど、まだファストトラベルできないから、自力で行けと。B 長押しで走る。じゃあ行こうか。怖いな。なんか音する。いる、いる、いる。武器も何にも持ってないから、クイック攻撃。クイック攻撃。どれぐらい強いんだ、この主人公は。よいしょ、避けながら行こうか、とりあえず。横転したバス。なんかロケーション見つけると、あ、レベルアップした。経験値もらえるっぽいな。ボブのアーカイブ。感情支援ゾンボット。Open the portable pylon configuration menu. Equip your zombot with a saddle, then zombot に鞍を装備させて回復してくれたりするんだ。アイテムを回収するように命令とかもできるって。へえ。And that's it. A zombot to heal you, transport you, and アイテムなんか。資材とか集めてきてくれるのかな。その辺はねちょっとわかんないけど、なんかいろいろとでもお手伝いしてくれる感じだね。よし、行こうか。何にもないよね、他は。これ多分ハイライトされるんだよね、こういうアイテムは。取れそうな感じしないもんね。どうやって行くのこれ。あー、これ行けないわ。右上のあのミニマップ見れば、緑の濃いところは障害物があっていけないってことだね。怖いな。どうでもいいけど怖いな。ゾンビはさっきすごいいたけど、ここには全然いないぞ。お、ん、なんだこれ。ちょっと待ってよ。よいしょ。あー、食らった。やべ、死ぬ。あ、やば、何やってんだ俺。あははは、嘘でしょ。さあ行こう。あー、びっくりした。よいしょ、よいしょ。おー、びっくりした。いきなり出てきたな。よいしょ。あー、やばいやばい。よいしょ。危ねー、危ねえ。こいつが罠を動かしてんのか。これもあれか、ゾンボットってやつか。誰かが。これ、こ、関係ない？あ、宝箱。よし。お、ペドロの黄金ナイフ、取りました。おおおおお、これ装備しようか。ペドロ・ルイス、サルバシオンの、ん、なんだ？何が刻まれ、何、ちょっと読めねえな。何が刻まれた美しいバランスの24。金星投げナイフゴージャス。へえ、これどうやって、どうやってやんのこれ。ん？アクションして移動。ああ、こうか。で、ここに入れればいいのかな。あ、違うな。どこに入れんだこれ。どこ入れればいいんだろう、武器は。ここじゃないの？ん？わからん。
ダメだな。ちょっとわからない、わからない装備の仕方が。あーでもここ行き止まりなんだ、やば。よし、あぶねー、こっちじゃなかった。ちょっとマップ見てみよう。これ上から行くのか、戻るか向こうに。いやナイフの装備の仕方がわからんぞ全然。とりあえず、うわいっぱいいるじゃん。これ走り抜けるか。よいしょ、スタミナが。よし、いけそう。きた、オッケーオッケーオッケー。よしよし、いっぱい入ってきたぞ。おーおーおーおお、すごいすごいすごい、ゾンビも戦ってんじゃん。すごいすごい。俺も手伝うか。よいしょ。あ、俺ちょっとごめん、この人やっちゃったかもしんない。やべえ。あ、スクラップいっぱいもらえる。ちょっと一人やっちゃったかもしんない俺。インタラクト、これ、あー、そっか、さっきのあれと一緒だね。まあいいや、ちょっとボブに。これがボブだ。Oh, hey! You're new here, right? I'm Bob. I'm the one who got the Zombot technology back up and running. The zombie hacking. You want Zombot? I can't give you mine. I need them too much. So, え、自分で捕まえろって。Grab a broken helmet from one of the malfunctioning zombots in front of my camp. Repair it and force it onto the head of a wild zombie. そう、それやんなきゃダメなんだ。If not, run! ゾンビが食べようとしてこなければ正解みたい。ハッキングヘルメット。陛下のご命令で壊れたヘルメットを探す。壊れたハッキングヘルメットを1個取ってくるでしょ。で、ハッキングヘルメットを直すのかな、制作するんだってけど。インベントリを開いて制作。ああ、これでこれかな、ハッキングヘルメット、これができるんだ。オッケーオッケー。どこにあんの、壊れたハッキングヘルメットって。ちょっと待った。よし、あ、とどめを刺すってあんな。あ、これか、これじゃない。よし、これだ。あったあったあった。オッケー。あそこに宝箱あんな。ちょっと行ってみる。あ、壊れちゃったりもするんだ。あー、これもアーカイブか。The social distancing zombot. Open the portable pylon configuration menu. Equip your zombot with spiked armor and a bat.And order it to use this to provoke enemies while in combat. へえ、いろんなことができるんだね。でもさっきゾンボットめっちゃ戦ってたもんね。 And that is it. First with the spikes and your zombot's bat, the enemy shouldn't get any closer. But if provoked, they won't be able to help themselves. ああ、オッケーオッケー。よし、まあいいや。ちょっととりあえず、ハッキングヘルメット作りましょう。これでもう制作できるのかな？作ってみようか。あ、作った。作ったよ。はいはい、来たね、ハッキングヘルメット。これがあれば、ゾンビを思いのままに操ることができるようになると。で、ゾンビを捕まえる。これが難しいでしょ。ノックダウンさせたゾンビに近づき Y。押してゾンビの頭にハッキングヘルメット。ノックダウンさせなきゃいけないんだ。じゃあ、一匹、ちょっとやってくるか。あ、捕獲！
ノックダウンさせてるけど、これでいいのかな？ドイツがいいかなんてわかんないよね。この人でいいか。じゃあ捕獲。よいしょ。大丈夫？おー、いいね。来ました。来た来た来た。よしよし。お友達一人。お友達一人できました。よし。Well, well, well. Not bad, right? This zombot will follow you everywhere, but if you want to give it precise orders, you'll need to use the tech at your. 指示を出さなきゃいけないんだね。You'll be my guinea pig. Take this antenna, attach it to your backpack. With this, you'll have much finer control over your zombot. さっきのアーカイブに載ってたやつだ。Zombie hacking was quite buggy until we started working on it. Me and my buddies. I know what I'm doing. Trust me. 爆発したら困るけど。This thing probably won't explode. よし、つけた？で？懐中電灯。夜になると野生のゾンビが強くなるんだ。R で敵の標準を合わせ、ゾンボットに攻撃を命令。あー、いた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 。なるほど。あ、また壊れた。ハッキングヘルメット手に入れた。これは攻撃しちゃまずいな。こっち攻撃いけ。あー、いいぞ。いけ。よしよしよし。これで一掃できるな。これあれだよね、多分ファストトラベルやつだよね。ほら、いけるじゃん。森の入り口まで戻ればいいじゃん。 OK。 あ、ゾンボットは来れないのかな、もしかしたら。あー、来た来た。ちゃんとついてきた、ついてきた。よかったよかった。いや、かわいい。愛着が湧いてきた。めちゃくちゃ愛着湧いてきたぞ。え？やばい。行け。行こう。よし、やるぞ。はい。はい。やばい。ゾンボット行こう。一緒に共闘しよう。行け。攻撃。任しとけ任しとけ。よし。やばい、壊される。ゾンボットやられたんじゃねえか、俺のゾンボット。ちょっと待った、どうしよう。これ無理だろ、こんなには。何これ、木材めっちゃ取ったんだけど。新しいゾンボットギア、よくわかんないけど。ちょっと待って、ゾンボット大丈夫これ。捕獲しようか。捕獲するっせも、そっか、これで作れる。これ制作作れる。よし。うん、で捕獲。よし、行こう行こう行こう。ゾンボット、はい、行こう。お、木の枝持った。ナイスナイス。怖い怖い怖い。あ、そんな強くないな。あ、全然楽勝じゃん。ただゾンボットが弱いことは分かった。よし。オッケー。オッケー。よいしょ。あ、今読んでなかったわ。ちょっと待って。全部取って、ゾンボットもう一匹。お友達がもう二人死んじゃってるから、木材も取って。相当破壊されたね、これね。ん？この物資？
あ、発電機を発動させる。その前にゾンボット、ゾンボットを全然いけるから、よいしょ、作った。で捕獲して、よし、お友達一人作っておいて、で発電機、これでいいのかな、材木用、これでいけるのかな。ボタンを押す。スイッチどれ。あ、これだ、これこれこれ、全然わかんなかった。はい、あー、ここ開けっぱなしだったんだ。確かに俺が来た時も開いてたわ。よし、あー、よかったよかった。あ、ライトいらないな。あ、1 less。Well, that'll teach me to forget to close the gate. Thankfully, the pit keeps most wild zombies out of paradise. And you've found a zombot? Great! Here are the plans for building your camp. 3体目のゾンボットだけどね。You need to go to the other side of the river, to the wild forest. Be careful out there. There's no one left there. And the zombots are out of control. You better camp を立てる。Weapon. Don't look at me like that.I can't do the cleaning as well as watch the gate. Go see the circus sharpshooter who has settled in the area. サーカスの狙撃手？ペドロを探す？あれ？ペドロってさっきのやつじゃないの？ちょっと待って。そうじゃん。さっき行った場所じゃん。ねえ、横転したバスから。行くぞ。よいしょ、危ない。よし、ゾンビサドル。このゾンビサドルの 75%、 これか、あれか、なるほど、 25% ずつパーセンテージが増えていくんだ。 100% になれば使えるのかな。ゾンビターゲット 75%。 あー、そういうことか、わかったわかった。よいしょ、とどめを刺す。ナイス、ゾンビサドル来た。ほら来た。そういうことだね。うん。ゾンボイドのアーマーと装備。うん。ハッキングメニュー。あ、上でハッキングメニューなんだ。ゾンボットに装備させることができる。これだ。あ、いける。よし。来た。で、これで、どうすんだ？いろいろとこっちも、やらせることはできるんだけど、この辺がいまいちよくまだわからないけども、これで乗る？おお、乗れるじゃん。なるほど。あ、攻撃もしてくれる。早い早い。動きも早い。これ行こうか。あれ？どこだ？こっちか。ここじゃないんだ。いた、ペドロ。よし、ペドロと話す。あ、これ乗ってると無理なんだ。ちょっと待って、降りるときどうすんだ。あ、降りた降りた。よし、話しましょう。How did you manage to make it here? You're looking for a weapon? Good timing. My, zombots have started attacking everything that moves, including me. 動くものをすべてバグったか？ Teach them some manners. I'll let you take their weapons if you finish them off.まさかさっき取った俺、ナイフじゃないだろうな。さっき取っちゃったか、俺。どこにいんの？あー、いるいる。いや、浮いて。行こう。やば。あ、ヒットポイント高いな。結構。とどめを刺すっていうのがあるんだ。ちょっと待った。この飛び道具使うのなしだろう。とどめを刺す。よし、俺のゾンボット死んだな多分。あー、横になってる、あそこで。よし、危ない。よいしょ、とどめを刺す。よっしゃ、ディストロイザパイロン、キッド。Oh. Done with that
Brainiac and his newfangled technology. ちょっと待って、バンテージ使うわ。コモンのエアーピストル。へえ。新しいゾンボットのギアがアンロック。まだいるじゃん。よいしょ。よし。オッケー。まだいるの？復活できる。復活。よいしょ、ナイス。何匹いるんだ？よいしょ。何匹いるんだろう。これか。これを破壊しないとどうやって破壊するの？これ出てきちゃうんだ。あ、パイロン破壊してる。叩いて破壊するのか。よっしゃ、ナイス、ナイス。ちょっとよく分かんなかったけど、ゾンボットに助けられたな。ゾンボットでハッキングメニューを開き、見つけた武器をゾンボットに装備。見つけた武器を、これがいいね、コモンのエアピストル。これ装備させちゃおう。よし。いるいる。よいしょ。ナイス。もう出てこないでしょ。コモンのエアピストルめちゃくちゃあるな。まだいるわ。おい。ああ、撃つ撃つ。さあ、その前にこれ。Bob's Archives P-21-1, the high score on Bob.Open the portable pylon configuration menu. Equip your Zombot with a zombie target and an air pistol, then order it to use its weapon while in combat. 今やったやつだね。あ、これ use ってとこやんなきゃいけないのか。And that's it! While the zombies try to hit the bullseye,It's your Zombot who's trapping them! なるほど。ちょっと待って。そしたら、あ、戦闘時使うようにしてるわ。これでいいのか。で、これを、この、あ、これまだ使えないのか。ゾンビターゲット。まあいいや。他になんかないの？よし、ペドロ。これコモンのエアピストルさ、俺めちゃくちゃ取ってるよ。これこんないる？売れるのかな？あ、スクラップにできるな。スクラップにしてみようか。そうすると、あ、スクラッププラス80だってすごっ。あ、全部スクラップにしちゃった。あれ、ちょっと待って。ゾンボットは持ってるか。1個だけでよかったんだけど、全部スクラップにしちゃった。オッケーオッケー。よいしょ。Thank you, kiddo. I didn't have enough bullets to finish him off, but otherwise I most certainly would have. This cataract won't stop me hitting the bullseye. Anyway, can I... いやいや、武器をくれ、武器を。For your trouble? 武器くれるって言ってなかったっけ ?You've never heard of me?I'm the most famous, the most celebrated, and the sharpest of all sharpshooters in the history of circus, kiddo. I'm Pedro the Great. Because I like you, here's a little tip from Uncle Pedro. Zombies start to swarm when you try to run away. It's best to take them out right away.基本的にはあれだよね。逃げるっていうよりは攻撃しちゃった方が多分いいかもしれない。新しいレシピがアンロック。橋を修理する。よいしょ。まあいいか、一回戻りますか。新しいレシピ見てみようか。これだ。これ何？板だ。板が作れるようになった。
おー、あ、ちょっと待って、フォレストアーマーっていうの作れるぞ。これ作っとこうか。あとはピストル、エアピストル用のペレット、包帯、ちょっと待って、これ作ります。材料不足、あ、1個作ってね。でインベントリーで、あー、もうもうあれだね、アーマーチ2になって自動で装備してくれてるわ。はい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 、よし、オッケー。よし、じゃあね、この辺で終了しますか。次はね、橋を修理するっていうクエストがあるんだけど、橋ね、ここが橋を修理する、ここじゃないんだ、ここも修理して、ここも修理するのかな、ここも修理して、でこっちもあるんだよね、何箇所修理するんだか分かんないけど、こんな感じで次クエスト入ってますね。まあ、多分ね、デモ版もね、できなくなると思うので、まあ、ここで多分終了になるかなと思うんですけども、まあ、またね、機会があったら遊んでみたいかなと思います。今回ね、最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画もですね、ぜひ見に来てください。それでは。